ウクライナとロシアの状況は悪化の一途をたどっているね。もうとっくに軍事施設以外の建物にも攻撃しているし、ロシアは市民を巻き込む気満々だよ。実際、ロシアは避難所であろうと何であろうと、徹底的なまでに攻撃しているもんな。しかも極音速ミサイルまで使っているみたいだし、もはや総力を挙げてウクライナを潰しにかかっているぜ。ウクライナも前線しているけど、やっぱりロシアが相手じゃ厳しいよね。ウクライナの大統領は力強い意志を持った指導者だが、物量の差は覆しがたいよな。何にせよ、早々に終結してくれることを願うばかりだぜ。終わらせ方も難しいところだけど、一日でも早く終わらせて、何よりこれ以上犠牲者を増やさないようにしてほしいな。お願いだから民間人を攻撃対象にしないでほしいよ。そうだよね。日本も対岸の火事とは言えないし、もしもの場合に備えて軍事を整えておく必要があるよね。さて今回は、かつて日本海上自衛隊の主要仮想敵だった旧ソ連の潜水艦についても踏まえて、近年はあまり取り上げられないけど、今でも60余隻を数えるロシアのその戦力について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。近年、尖閣諸島をはじめとする日本の南西諸島などへの中国の軍事的脅威は高まりを見せ、2021年にアメリカがバイデン政権へと移行する狭間でその動きはさらに顕著だと言えるよ。そうした中国海軍の艦艇に対し、日本側としては海上自衛隊の潜水艦隊を強化し、領土領海への接近阻止を担う最重要兵器として、その22隻体制に向けた拡充を続けているんだ。しかし太平洋戦争後の旧ソ連の崩壊までの長らくの間、海上自衛隊や日本自体が最大の仮想敵国として想定していたのは紛れもなく旧ソ連であり、現ロシアもその延長に位置しているぜ。現ロシアは過激な発言も多いし、日本に飛び火しないとも考えられないから怖いよね。ロシアと中国は水面下で繋がっているだろうし、太平洋戦争後の日本はその敗戦により航空機の開発などがアメリカなどの連合国から禁じられてしまったけど、同様に潜水艦も保有する渡航禁じられた兵器のうちの一つだったんだ。この潜水艦を日本が再度保有することが認められたのは、皮肉にも太平洋戦争においては同じ連合国の一員に名を連ねた旧ソ連とアメリカとが激しく対立する、冷戦構造が生じたためだね。朝鮮戦争を経て、旧ソ連の封じ込めを日本の武装解除よりも重視し始めたアメリカによって、再び日本は潜水艦の保有の必要性が認められることになり、当初それはアメリカから貸与されたものだったんだ。海上自衛隊がアメリカ海軍のガトー級潜水艦を貸与され、それを黒潮と名付けて収益させたのは、ちょうど太平洋戦争終結から10年後の1955年でここから海上自衛隊の潜水艦運用が始まったよ。紆余曲折を経て、今では世界トップクラスの潜水艦保有国だもんな。この成り上がり方こそ、日本の魂そのものだと思うぜ。本当にそうだね。旧ソ連は現在のロシアも同様に伝統的に陸軍国ではあるけど、米ソの冷戦時代には圧倒的に優位な戦力を持つアメリカ海軍、特にその空母打撃群の自国への接近阻止を戦と潜水艦を配備したってわけ。旧ソ連はアメリカ海軍のように潜水艦の動力源を原子力推進型に一本化はせず、通常動力型潜水艦も同時並行で配備を続けており、その流れは現在でも変わっていないぜ。こうした旧ソ連現ロシアのような潜水艦運用は、近年の増強が著しい中国やインドで同様の状態であり、それもかつて旧ソ連の技術支援を受けて潜水艦を保有している両国に共通しているんだ。現在のロシアは2020年度のグローバルファイアパワー等の軍事力ランキングでも、アメリカに次ぐ世界第2位というポジションをキープしているけど、以前のような勢いは失われつつあるみたい。それでも今の状況を見る限り、ロシアの力は驚異的だよな。伊達に世界第2位の位置にいるわけじゃないってわけだ。そうだね。というのも額面の軍事費では今のロシアはアメリカの 12% ほどしかなく、国家としての GDP も実は韓国より少なく、どちらかといえばこれまでの遺産でその地位にいると見た方が正確だね。それでも旧式な艦艇も含むとはいえ、2021年時点でもロシア海軍は多数の潜水艦を保有しており、戦略型原子力潜水艦、攻撃型原子力潜水艦、通常動力型の攻撃型潜水艦等60余隻を数えるよ。陸軍同様、海軍においても警戒しなきゃならないってわけなんだね。2020年12月に新型の SLBM 潜水艦発射型弾道弾の発射実験に成功したと報じられた。ウラジーミル・モノマフはこうしたロシア海軍の戦略型原子力潜水艦ボレー型の3番艦だね。
ここで使用された SLBM-3M14 ブラバーミサイルは射程距離が8000から 9000km にも及ぶとされ、現在アメリカや日本が備える弾道ミサイル防衛網を無効化する兵器と言われているよ。ボレー型は水中の排水量が2万4000トン、全長が170メートル、全幅が 13.5 メートルにも達する巨艦で、背面上部26機の SLBM 発射艦を備える戦略型潜水艦で4隻が収益、追加で4隻が建造予定だね。ボレー型でも海上自衛隊で最大の排水量を誇る護衛艦出雲加賀の満載排水量2万6000トンにほど近い大きさだが、ロシアにはこれ以上の戦略型潜水艦も存在しているぜ。それがタイフーン型であり、水中排水量最大4万8000トン、全長が175メートル、全幅が23メートルに20機の SLBM 発射艦を完備していたが、6隻中1隻を除きすでに退役が行われているな。またロシアにはヤーセン型と呼ばれる原子力潜水艦も存在し、こちらは SLBM 発射艦8機と 533mm 魚雷発射艦10門を備えており、攻撃型潜水艦の性格と対地攻撃の両面を合わせ持つんだ。このヤーセン型は設計自体は1990年までに完了していたものの、旧ソ連の崩壊で一番艦の収益は2014年まで遅れたけど、これまでに4隻が収益し、その後も5隻ほどが建造されると予想されているよ。純然たる攻撃型の原子力潜水艦としてはシエラ型があり、こちらは前期の1型と後期の2型に大別されるけど、各2隻ずつが建造され、これまでに1隻が退役、3隻が収益中と見られているね。シエラ2型は、水中排水量約1万トン、全長約110メートル、全幅約 12.3 メートルの艦隊に 533mm 魚雷発射艦6門を備えており、さすが原子力推進だけあって水中の最高速度も32ノットを上回るものとなっているよ。通常動力型の攻撃型潜水艦としてロシア最新の艦はラーダ型だが、未だ1隻のみが収益した状態で、以前のキロ型が旧ソ連時代の1982年から収益、今でもロシアで20隻、中国でも12隻が稼働中だね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日のお題は安全についてだよ。安全、そうそう。安全だよ。みんなは安全第一というスローガンを知っているかな？工場なんかで働いている人には馴染みのある言葉だと思うぜ。その安全第一というスローガンには続きがあったんだ。安全第二とかかい？違うに決まってるだろ。安全第一の他は、品質第二、生産第三だぜ。正解だよ、知ってるなんて意外だね。日本で知らないっていう人が多いのは当たり前なんだ。どうして？実はもともとはアメリカの企業で使われていたスローガンなんだ。え、日本じゃないんだね。日本では安全第一の部分だけが使われることが多く、実際に工事現場や工場などでは安全と第一の間に緑十字を挟み、安全プラス第一と表記されているな。ちなみになんだけど、安全第一とスローガンが掲げられてからは、労働災害による死亡数が、1000人を下回っているらしいんだ。安全第一と掲げるだけで減るなんてすごいね。高度経済成長期には亡くなる人が6000人を上回ったことがあるらしいから、安全第一で皆さん頑張りましょう。それじゃ今日の動画は終わりだよ。また見てね。今日も、一日、ご安全に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 。